どんどん脂肪を燃やして痩せるお茶お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこのお茶を飲むと脂肪が燃えて痩せることができるのかというその理由について痩せるポイントをお伝えしていきます。4つあります。まず1つ目です。腸内環境が整うからなんですね。もしあなたがもう健康的で綺麗に痩せたい先生って思っていらっしゃるようであれば、まずは何をすればよいのかと言いますと、あなたの腸内環境を整えることから始めましょう。それがもうね、痩せるための大前提になるんですよね。そうすることであなたは腸内にいる腸内細菌たち、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をまずは増やして育てて、そしていつまでもあなたと共にもう永住です。もうね、共存ですよ。もう一緒に暮らしていこうねっていう、やっぱりね、パートナーにならないといけないわけですよね。そのパートナーがいないのにどんなに頑張っても痩せることってできないですよ。パートナーを間違ってはダメです。逆にデブ菌と呼ばれるそのね、悪玉菌たちがもしもあなたの腸内がもうその悪玉菌たちで埋め尽くされていたとしたらどうなると思いますか？決して長期的に痩せることはもうできないんです。なぜかというと、そのデブ菌たちがあなたに太るものを食べさせているから、食べて食べてってね、頼んでるんですよ。実はあなたがなぜそんなに甘いものや脂っこいもの、まあ、要するに太りやすいものが欲しくなっているのかお分かりですか？それはね、あなたがお悪いんじゃないんですよ。あなたの腸内に住み着いているそのデブ菌たちの仕業なんです。そうすることでデブ菌たちが欲しがる餌がそのイコール太るものなんですよね。ですからあなたに食べろ食べろってもうとにかくね、終始命令するわけですよね。そうするとあなたは別に食べたくもないのに悪玉菌たちが言うから食べてるんですよ。では逆にあなたの腸内細菌が痩せ菌が増えたらどうなると思いますか？痩せるために必要な美味しくて体に良いものを欲しがるようになるんです。これとっても不思議。なぜこんなことを言えるかと言いますと、過去の私がそうだったからです。過去の私はあなたと同じようにデブ菌がもうとっても住み着いていて、もうやめられない、止まらない、今よりもプラス10キロも太っていたんですよね。でも健康も本当に害していましたし、ひどい体調不良にもなっていました。なのですごくよくわかるんです。では私が今どうなったかと言いますと、腸内細菌が痩せ菌が優勢でピッカピカで綺麗なので、リバウンドもせず今こうしてあなたの前で笑顔で元気いっぱいでお話ができているわけですよね。そういった環境をあなたも大丈夫作ることができますから、まずは腸内環境を整えてもらいたいと思います。2つ目です。脂肪燃焼効果がとにかく高いお茶です。お楽しみにされててくださいね。とっても大事ですよ。あなたはおそらくストレスとかね、いろんなことが重なって気がつかない間にいけないな、あ、これこのまま増えたらまずいと思っていてもどんどん体重を増やしてしまったわけです。でもなんとかしたくてももうなかなかご自分で落とすことがねできなくなっているとしたら、まずはその溜め込んだ脂肪を落とす必要がありますね。プラスこれ以上溜め込まないことです。2つ大事ですよね。溜め込んだきたものを捨てること、そしてそれ以上を増やさないこと。そのためにはやっぱり脂肪を燃やさないといけないわけです。そのために必要な成分が入っているお茶なんです。では3つ目、食物繊維が取れます。これも大事ですよ。先ほども私がしつこくここでですね、痩せ菌痩せ菌ってお伝えしましたけれども、その痩せ菌たちの餌となる、要は育ててあげないといけないんですよね。育ててあげないといなくなっちゃうんです。その育ててあげるための餌になるのがこの食物繊維ですから、お茶でもしっかり取れるといいですよね。そして4番目です。低カロリーです。ここも大事ですよ。いかがですか？例えばね、よくありがちな方というのが、先生って私食べてないのに太ってるんですっておっしゃるけれども、よくよく伺うと飲み物で太ってらっしゃるんですよ。
その飲み物は太りますよって、例えば 100% の、 あの野菜ジュースとか果汁のジュースとかものすごく太ります。あの糖分がね多いんですよね。なので食事に気をつけてるのになんで太ってるんだろうっていう方は、実は飲み物が悪いかもしれません。飲み物で結局太ってる可能性が高い。あの男性の方もそうですね。よくあのクライアントの方のご主人様とかパートナーの方がですね、先生って、まあ私ももう今はね言えるけど、その前は言えなかったけど、人のこと言えなかったように太ってたけれども、まあ、自分が痩せた結果ご主人やパートナーが太っているのが気になるっておっしゃるんですよね。主人のお腹が出てきたとか、パートナーの方がもうよくその甘いものを飲んでるとか、多分彼が太っている原因は甘い飲み物じゃないのかなって、炭酸飲料とかジュースとかですね、あのたっぷりこう砂糖やコーヒーがやめられないとか、だから太ってるんじゃないでしょうかっていうね、ご相談もよく受けるんですよ。もうその通りですって、ね、言います。そうですって、男性の方って結構おやつ食べない割には甘いもの結構飲む方多いんですよね。なのでもしかしたらと思われた方はですね、飲み物もチェックしてあげてくださいね。あなたご自身もそうですし、周りの大切な方は飲み物チェックしてあげてください。その飲み物がカロリーが高くて糖分がいっぱい入ってて、しかも人工甘味料なんても最悪ですよね。そういったのを飲んで飲み続けてしまうと太ります。なのでこのお茶はもちろん低カロリーですよということです。では2番目の項目です。何をということで、今回あなたにお伝えするこの脂肪燃焼効果が高いお茶の材料が持つそれぞれの痩せるポイント効果をお伝えしていきますね。まず今回お伝えするお茶には生姜が入っています。で生姜ってすごいんですよ。もう脂肪燃焼効果が高い、どんどん燃やしてくれる効果があるんですよね。なぜかというと、体を温めてくれる生姜オールが入っているからなんです。体が温まるだけで、あなたの体温が上がるだけで代謝がすごく上がるんです。要するにカロリーをとっても、そのカロリーをどんどん燃やす力がつくっていうことですよね。体温が高いだけで、これすごいですよ。運動も大事ですけれども、体温が高いだけでこんなに脂肪を燃やせるってすごくないですか。運動はもうたった1キロ落とそうと思ったらフルマラソン2回ぐらい走らないと、そんなにね簡単に脂肪1キロなんて落ちないんですよ。でも体温が上がるだけで落ちる、これすごいことなんです。そしてまた血糖値の急上昇を抑えてくれます。とっても大事ですよね。そもそもなぜ太るのかっていうのは、血糖値が上がるからです。上がってる間に脂肪がどんどん溜まってしまうから太るわけですよね。逆にこの溜め込む急上昇を抑えてくれる効果があるとしたらいかがですか。脂肪を溜め込みにくくしてくれるわけですよね。なのであなたはこれ以上脂肪をもらわなくて済むということになります。そしてデトックス効果が非常に高いです。お体が温まるということは、もうどんどん老廃物がデトックス、あなたの体から出ていってくれる効果が高まりますから、もちろん腸も元気になります。なのでまずは、特に私たち女性というのはお体が冷えていては太ってしまう。もうどんなに頑張っても冷えてる限り痩せることでできないんですよね。なのでしっかりとこの生姜の効果を使って、まずは体温を上げて燃えやすい体になって、結果脂肪を溜め込みにくくしていくことが大切です。はい、では次はごぼうを使ったごぼう茶になるので、そのごぼうの効果ですね、脂肪とコレステロールを分解して、しかも吸収を抑えてくれるんですよ。いかがですか。もうどんどん分解してね、もうなかったことにしてほしいですよね。なのでごぼう茶はそういった力もある。また糖の吸収も抑えてくれますから、要は太るもと糖質の吸収もそこで防いでくれます。また腸内環境を整えてくれる効果も高いので、どんどんあなたは痩せ菌を増やしていくことができますよ。そしてむくみ改善効果や、ここでもまた冷え性改善ができます。なので生姜の効果とごぼうの効果がこのプラスでダブル効果ということになったらいかがですか。これはもう痩せるしかないっていうねお茶になりますので、ぜひあなたも生姜ごぼう茶飲んでみてくださいね。では最後3番目の項目です。どのようにということで、まあ、世の中いろいろねごぼう茶いろんなねブランド出ていると思うんですけども、今回私があなたのために選んだのはこちらの生姜ごぼう茶になります。見えますでしょうか。アジカンさんの国産生姜ごぼう茶ノンカフェイン14袋入りになります。でこちらはですね、もうポッカポカということで、アジカンの美味しい焙煎ごぼう茶に生姜オールのパワーをプラスということで、九州産の
熟成黒生姜を使ってくださってるんですね。これすごいんです。ほっとお伝えしますね。ここに今詳しくね、このお茶がどれだけすごいかということがこう熱く語られているんですけれども、こちらまずは特許を取得された国産焙煎のごぼう茶なんですね。でこちらは要するにごぼうってこうえぐみがあってちょっと飲みづらいなんていう方多いんですけれども、そのえぐみをその特殊製法で、まあ、特許を取られた方法で飲みやすくしてくださっています。でまずそのポリフェノールがしっかりと取れるようにこう皮まで丸ごと使ってくださっていますから、このポリフェノールも実は脂肪燃焼効果が高いんですよ。なのでもうどれだけ脂肪燃やしてくれるんだろうって思いませんか。楽しみですよね。そしてまたプラスすごいのが生姜の使い方です。先ほどお伝えしましたその九州産の熟成した黒生姜を使ってくださっていて、この生の生姜ってですね、ジンゲロールという、まあ、成分になります。でこのジンゲロールを加熱、要は熱を加えることでその一部が生姜オールという成分に、ね、変わるんですね。そうすると痩せる効果がものすごくアップします。でこちらにも載っているんですけれども、生の生姜を黒くなるまで熟成することにより、まあ、要は加熱してですね、生姜オールが生の生姜のなんと約560倍。どれだけすごくないですか。だって一つの生姜に対して560個分になるってことですよね。一つ生姜食べたのと560個食べたのといかがですか。全然違いますよね。いかに加熱した方を取った方が良いかということになりますよね。大変、560個も食べてくださいなんて言われたらね、無理です。なのでやはり加熱してあるっていうことがポイントなんですよね。そうすることでただの生姜を食べるよりも加熱したこの生姜オールをもう何百倍にも増やした方が効果が高くなりますよっていうことになります。その時にこの生姜ごぼう茶を飲まれますと、そういった効果をアップすることができるんですね。ただこちらはですね、一方に対して本品一袋、そうね、一方に対して2、3分こう蒸らして飲むタイプもありますし、まあ、親缶に300から 400cc に出して使うタイプもあります。でポイント、最後ね、飲み方、痩せるポイントなんですけども、ぜひホットで飲んでください。こうキンキンに冷蔵庫で冷やしてグビーとかね、氷をガンガン入れてとかしちゃうと温かくなる温める効果がもう取れません。体を冷やしてしまっては逆効果ですから、ぜひ今からその痩せる飲み方をお伝えしますけれども、まずはホットか、まあ、せめて常温で飲んでくださいね。そして一度作ったこの生姜ごぼう茶は早めに飲み切ってください。作り置きしてこうずっと置いてしまうと傷む原因になりますから、あんまり日持ちしないお茶なので作ったらすぐに飲んでくださいということ。そして、まあ、こちらノンカフェインですから、カフェイン飲料と違ってその量はね、ある程度1日に400、500とってもよろしいとは思うんですけれども、まあ、いくら良いものとはいえども飲みすぎてしまっては消化に負担がかかりますから、飲みすぎないでくださいねってことを最後お伝えして終わりたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回は特に女性におすすめの生姜ごぼう茶をお伝えしました。なぜかというと女性ってですね、特に今からこう暑い季節になったとしても職場でクーラーがガンガン効いてものすごく体が、ね、冷えてる方多いんですよね。私のサロンにお越しの方もクライアントの方もそうです。先生って職場が寒いって、なのでもう今でも長袖長ズボンでショールをね羽織ってますという方多いんですね。ですから夏の方が逆に冬よりも冷えてるという方多いです。薄着になったり職場がガンガンクーラーとかね、こういった時にお体が冷えると代謝が落ちて太りますから、実は夏場の方が冷えて太りやすいということになりますので、ぜひ冷え対策してダイエットにどんどんねプラスの効果を作っていただきたいと思います。ご一緒にお体温めていきましょうね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。